夢は看護師になることで、はい、患者さんだけじゃなくて家族の人にも寄り添う看護師になりたいと思っています。今日は関西看護医療大学のオープンキャンパスをレポートしていきたいと思います。私たちは淡路島全部がキャンパスである関西看護医療大学にはパンフレットやホームページだけではわからない魅力がいっぱいありました。ぜひ一度足を運んで体験してみてください。